2024年軽井沢でこんなことが起きるというトレンド予測をします。皆さんこんにちは、桜井太斗です。ゆうこです。今回の動画はですね、ものすごく真面目な動画なんで飽きてしまわないようにちょっと私はねコミカルにやっていきたいなと思うんですけれども、2024年のトレンド予測ということになりまして、はい、まあ、私たちがこう生活している上で、あるいはね、いろんなこう人から聞いた話とか統計だったりとか、まあ、そういうことを踏まえてこんなことが起きるんじゃないかというのをね予測してしまいましたので、いくつかテーマがあるんですけれども、ちょっと順にやっていきたいと思います、はい。一つ目は軽井沢の観光業の通年化ということだそうですが、はい、これはですね、まあ、私たち今2024年1月に撮影してますけれども、肌感覚でなんかこの冬ものすごく軽井沢に滞在している人多いなっていうふうに思うんですよ、うん。まあ、例えば年末年始のスーパーの盛況具合だったりとか、さっきもちょっとねコンビニ行ってきたんですけども、なんかものすごく若い人たちが来てくださってて、なんか明らかにこう旅行だなみたいな、ちょっとあの旅行モードが漂ってきて、もう旅行のオーラを感じて、なんか私たちがこう生活する中でもなんか冬に旅行しているオーラを出している、ウキウキしている人たちがすごいいっぱいいるわけ、街の中にね。すごいさ、いい気持ちじゃん。なんかちょっとなんか幸せ分けてもらえるんじゃないかぐらいね、私が不幸せなのかって話があるんですけれども、幸せですよ、はい、幸せですけれどもすごいわざとらしい、わざとらしい、まあ、一つ、はい、あの滞在人口、はい、冬の間も増えてますねっていう話ですね、はい。で、一方で最近のですね経済状況を見てましても、夫婦、そして平松、インディゴ軽井沢、これらにね滞在する人たちは、うん、あのおこもりリゾートみたいな感覚で来てらっしゃる方多いと思うんですよね、うん。まあ、その施設内に温泉もあったりとか、あとあの部屋に温泉もあったりとか、うん、そもう元祖で言えば、まあ、プリンスさんとかね、まあまあまあ、まあ、大きいですけど、こう新しいこう今の若者が好きそうな、こうインスタ映えしそうな内装とか、なんかこの3つはねすごい共通してる感じがあるなって。ニューラグジュアリーとか、そうそうそう、こうそういう感じなんですよね。なんかこういうところにさ、うん、静かでプライベートな体型を求めるっていう、うん、なんかそういうトレンドがあるんじゃないかなと思って、そうです、ね。まあ、これもね冬の滞在楽しくなる一つのポイントかなと思います、うん。で、実際にですね、あの冬の滞在増えてるのかってところで参考になる統計データがあって、ホッチ市場の来場者数という統計がですね、町で発表されているんですけども、はい、この令和4年度、いわゆる令和5年の3月の11,133っていう数字、これがですね、例えばこう5年前とかを見てみても増えてるわけですよ、うん。まだコロナ禍続いていたにもかかわらず、コロナ前の数字を超えてるっていうのがあって、うん、3月っていうのが増えてるっていうのが一つ私はポイントかなと思いました。なるほどね、やっぱ冬がポイントなんですね。そう、冬が底上げされてるんじゃないかなと思って、うんうんうん。まあ、3月冬、まあ、ちょっとまだ令和5年度のね来場者数は発表されてないんですけれども、うん、はい、おそらく令和4年度を超えていくんじゃないかなと、うん、特に冬の季節と考えておりますと、はい。なるほど。続きましては軽井沢の労働市場の獲得の競争が激化するということなんですね、はい。これもですね、あのいろいろな話を聞く限りなんですけれども、まず軽井沢のサービス業従事者、非常に慢性的な労働力不足だと言われてます。で、あの県内、例えばその隣町の三代田、あとは小諸とか佐久とか以外でも、もう新幹線通勤してもいいから労働力を確保したいみたいな、はい、そういう事業者さんもいらっしゃるらしいです。そういう求人もあるみたいですね、今ね。もともとプリンスショッピングプラザはそういうのあったと思うんですけども、はい、そうじゃない事業者さんにも広がってるっていうのがあって、で、あのこれも以前の動画で話した通り、営業用の水道の利用っていうのが増加してるっていうのがありますと、うん、はい。でさらに、町の統計によると建設ですね、令和4年度で14の宿泊施設が新たに建築確認している、うん、まあ、単純にホテル旅館増えてると、うん。でそのマンパワーっていう意味だと労働市場で、うん、まあ、どういうふうにこれから人材獲得をしていくのかっていうのが、まあ、さらに激化するかなと、うん。で以前の軽井沢ニュースでも話しましたけれども、あのスキヤの時給がものすごく高いっていうのがあって、はい、うん、まあ、ここら辺からおそらく労働市場の、賃金の上昇っていうのが多分県内でもトップクラスの時給の高さになってくるのかなと思ってます。
まあ、白馬町とかもね、結構そういうあの、まあ、北海道のニセコがねかなり事業が上がってるっていう話、それに近しく多分向かっていく先はそっちなんじゃないかなという感じですけれどもね、はい、次のトレンド予測ですけれども、軽井沢の交通渋滞、これがですねより深刻な課題になるだろうということです。これ毎年言ってますけれども、なんかねオーバーツーリズムで渋滞がひどいとかってなってますけれども、うん、でそのオーバーツーリズムをですねもう少し流度を細かく見ていくと今何が起きているのかってことですね。で先ほどのトレンド予測であったように、町内のいわゆるサービス業需要がどんどん大きくなってますと。大きくなってますよ。ホテル旅館たくさんできてます、はい、お店も増えてます、はい、でそうすると労働力の供給が町内だけでは賄えなくて、より外のエリアから集めないといけないっていう状況になってるわけですよ。不足してますからね、もう一気に。私それで感じるのが、はい、朝7時半から8時半ぐらいの交通渋滞が以前よりもひどくなった気がしていて、うん、私駅に通勤してるから分かるんですけれども、うん、はい、でよく見てみるとその時間帯に動く人って観光ではなくて働きに来る人なわけですよ、うん、まあ、軽井沢町だと建設業、観光、飲食、うん、まあ、この辺りだと思うんですけれども、うん、それがですねより深刻になってるなっていう実感があって、まあその、まあ、もちろん自分もね、じゃあ交通渋滞の中の一部なわけですよ、うん、車1台で売ってるわけなんで、はい、まあ、なんで あまりこうなんだろう、誰が悪いとかいうことは言いたくないんですけれども、うん、とか言えないと思いますけれども、うん、まあ、この軽井沢町の滞在人口が増えてるっていうところによって、まあ、より多くの課題がこれから出てくるんじゃないかなと思って、うん、まあ、交通渋滞はその氷山の一角で、うん、多分他にもいろいろな、例えばゴミ収集とかね、うん、なんか年末とかさ、私ちょっと時間ずらして行ったんですけど、それでもものすごい車の数が来ていて、うん、そうですね、もうゴミの量はものすごい、だって滞在人口が増えれば増えるほどゴミの量はどん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 増えていく、そうそうそう、わけですからね。で、まあ、これに関連してなんですけれども、このサービス業の需要を満たしつつ環境への影響を最小限にとどめる、まあ、ここのベストなバランス地点ってどこにあるのかなって思うんですけれども、まあ、一つ軽井沢町も動き出していて、これはですね去年の年末のニュースだったんですけれども、町内の関係団体と宿泊税の検討を始めているということですね。でこれを観光インフラ整備に充てる考えということになっていますが、まあ、これは、まあ、数ある対策の一つであると私は信じたいなと思っていて、これだけじゃなくてね、うん、これだけじゃなくてね、はい、まあ、観光インフラというよりは多分その需要と供給をどういうふうにその町全体としてコントロール、うまくコントロールしていくかっていう、うん、なんかそこのさじ加減がすごい難しいなと、ね、あともう一つ課題解決になるかなと思うのは、軽井沢町周辺の自治体も最近かなり旅行客を睨んだ開発をしているわけですよ、うん、例えば三代田町もモップっていう美術館併設のね、うん、複合施設をオープンしたりとか、あと小諸市もね本陣北国街道の、旧通りをこう整備したりとか、あ、そうですね、あとウイスキーのね事業者さんがいたりとか、ね、あとワインの事業者さんの施設を作ったりとか、うん、結構いろいろしてますよね。これはやっぱり公益になるといいですよね。だからその中で言うと平松さんとかは、まあ、三代田町に実際あるっていうので、はいはい、少しそう広域に押し広げてくれたっていうのは結構実績として大きいんじゃないかなって思うんですよね。なのでこの周辺エリアが、どのくらいこうなんだろう、まあ、旧軽井沢あるいは駅前の局所開発ではなくて、うん、もうちょっと広げて開発して地域全体にこう、底上げできるかっていうところがまた一つトレンドになるのか、もしくは一極集中続くのかっていうところかなと思ってます、うん、はい。で最後のトレンド予想なんですけれども、これはちょっと特にデータはないんですが、避難エリアとしての軽井沢っていうトレンドが今後出てくるかもしれないと思ってます、うん、ですね、まあ、年始早々に北陸での地震がありましたけれども、被害に遭われた方がね本当に大変だと思いますけれども、まあ、そこをきっかけにですね改めてこう災害リスクなどを考慮する方々が増えてくるんじゃないかなと私たちは思ってます。で今までも、まあ、コロナ禍っていう一つ大きな節目があって、リモートワークが普及してきた、あとBCP ですね、ビジネスコンティニューティープラン、事業継続計画ですね、
っていうところからも、まあ、経営者レベルの方々を中心にカルチャーに拠点を持つっていう、まあ、そういうトレンドもですね、すでに見られてはおりますが、これからですね、新幹線通勤、それから、まあ、こういう教育移住などに加えて、この避難先として軽井沢に拠点を持っておくっていう、まあ、そういう多様なニーズも吸収していくような気がしていて、これはちょっと特にデータとかはないんですけども、なんか肌感覚として来そうだなと思ってる。次のトレンドとしてあるかもしれないですね。ゆうこさん、その暮らしてみて、その避難エリアとしての軽井沢って考え方どう思いますか？悪くない選択肢だなとは思いました。やっぱりまず、海からすごく遠いっていう、うん、ところがまず、まあ、津波とかそういう海の災害リスクはまあないと、うん、で、まあ、逆に山の災害リスクはあるんだけれども、ここも火山なので、その火山性地震なんですよね、基本的には。で、今回の北陸地震もの時も、震度この地域は4でしたね。4でした。4を観測したぐらいで、でやっぱり北の長野市の方だと震度5弱ぐらいはやっぱり引っ張られて観測するんですよね。このエリアはやっぱり一番危険なのは火山の噴火が圧倒的に一番危険ですと。ですね、はい、もうそれが起きたらもう、どうにもならないと。で、ただそれがじゃ その大きな噴火がそんなにある可能性があるかというと、そうでもないというか、小規模噴火も常に結構頻発しているというような状況で、ね、なおかつ地震という観点から考えても火山性地震なんですよね、大きな地震としてあるのが。でもう大きな火山性地震があるときって、まあ、噴火の予兆がもうあるという、はい、ことなので、まあもう0100みたいな世界予想はしやすい、予想はしやすいですけども、火山なので事前予測がしやすいってことが非常に大きいと思ってて、はい、要は地震と違って火山ってすごく予測 がしやすいし、ずっとモニタリングしているので、なんか兆候が起きたらもう余裕を持って逃げられるでしょ。何日か前にはもう予測が出て逃げられるということになるので、そういう意味では災害との付き合い方としてちょっと心に余裕を持って対応できるような特徴があるかなとは思うんですよね。うん、なんでその、まあ、リモートワークが普及してきたっていう時で、まあ、ここに別に定住するではなくても、なんか一つちょっと拠点を持っとこうみたいな考え方をする人たちも増えている実感があるので、まあ、そのあたりが新しいトレンドになるんじゃないかなと思います。はい、本日はですね、2024年のトレンド予測ということで発表しましたけれども、これまたさ、1年後とかに見ていてどうなんですかね、当たってるとか当たってないとか、ね、そうですね、ありましたね。なんか以前もこういうトレンド予測して当たってましたねとか言って、こう未来のコメントを、ね、いただいたりとかしましたけど、まあこんな感じでどうなるか、はい、はい、皆さんも楽しみに2024年逆にこんな予測があるよとか、こんなことが起きそうってことがありましたら、ね、コメントでぜひ教えてください。皆さんのご意見も教えてください。ご視聴いただきどうもありがとうございました。この動画がいいねと思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、また当チャンネルが続くようにスーパーサンクスでのご支援もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。